それでは最後に主催者を代表いたしまして、経済産業省大臣官房技術総括保安審議官太田武彦より全体総括と閉会のご挨拶を申し上げます。では太田技術総括保安審議官、よろしくお願いいたします。本日はたくさんの方にスマートフォンシンポジウムにご参加いただきましてありがとうございました。またお忙しい中、ご対応いただきました、登壇者の皆さん、それからパネリストの皆さん、改めて感謝申し上げます。どうもありがとうございました。今日 のパネルディスカッションを通じて、多くの方にスマートフォンの可能性についてご理解いただけたんじゃないかと思います。私もパネルディスカッションを聞かせていただきまして、スマートフォンというのは単に人間のそういう五感とかですね、そういう人間の能力をテクノロジーに置き換えるということではなくて、やっぱり人間と機械の連携の仕方とか役割分担とかというものを考える中で、改めて安全とか安全文化について問い直すという機会になっているんじゃないかなと思います。よく新しいテクノロジーは黎明期のその次に過度な期待幻滅期というハイプカーブをたどるというふうに言われてますけども、そういうふうにスマートフォンがならないようにといいますか、冒頭にもご紹介があったと思いますけども、人や設備のヴィンテージ問題とか、ウィズコロナとかウィズディザスターの新しい日常がやっぱりそこのスマートフォンを待ったなしの対応にしていくんじゃないかと思いますので、本日のシンポジウムを契機として、これまでも官民連携してやっておりますけれども、ますますその連携を強めて、しっかりとスマートフォンを進めていきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。太田技術総括保安審議官、どうもありがとうございました。では以上をもちまして、スマートフォンシンポジウムを終了とさせていただきます。